こんにちは、ショウです。本年もよろしくお願いします。今回はですね、ちょっと予告したね、ライジングファイターとね、このグラスホッパー3号の対決ですね。まあ、比較対象がね、なんかあった方が自分的にも面白いなということで、このね、同じようで全然違う2台をね、比べながらカスタムしていこうかなというふうに思ってます。ちなみにこれシャーシはもうかなり全然違っててですね、フロントのトレッドこんな感じで、ライジングファイターはグラスホッパー2と同形式ですから、トレッドもあれぐらい広くなるんですね。でさらにホイールベースもこんな感じでね、結構長くなってます。まあギアボックスが違うっていうのもあるんですけどね。でリアのトレッドに関しても今言ったようにギアボックスの違いから来るものっていうのもあるんですけど、これぐらい違ってるんですね。 DT01 ギアボックスをライジングファイターは積んでるってことでね、グラスホッパー随分華奢に見えちゃうんですけど、ほんとねシャーシだけで言ったら相当グラスホッパーは劣勢だなって思うんですけどね。このライジングファイターの仕様はノーマルプラスフルベアに CVA ダンパーですね。かなりライトな感じの、チューニングに戻しちゃったんですけど、グラスホッパー回3号っていう方は前回のねナンバー10番までにあった、カスタムの内容そのまま。アドバンテージといえばね、もうこのブラシレスの 17.5 と車重の軽さかなっていう感じですね。ちなみにライジングファイターは 540J モーターですねを積んでます。これでね、まあバッテリー一緒にしてどれぐらいねグラスホッパーがいけるのかね、サーキットでねちょっと検証してみます。ということでね、新年早々、サーキットの方ねやってきました。まずはねベンチマークとなるライジングファイターですね。バッテリーはタミヤのニッカドバッテリー 1600SP、 これ2台とも共通で、走らせてみたいと思います。ちょっと久しぶりなんですよね、ライジングファイター走らせるのがね。はい、それではね今回も大分県大分市にある RC サーキット大黒屋さんで走行させていただきました。本年もよろしくお願いします。ということでね、数ヶ月ぶりかなライジングファイターをね走らせてみてるんですけど、なんかねほんと重たい印象ですね。もうここ最近ずっとこのグラスホッパー回3号ってやつばっかりをね走らしてたのもまあもちろんあるんだと思うんですけど、なんかこんなもっさりしてたかなみたいなね、そんな感じで、まあ足回りもちょっと机上のセットそのままでね走らしてるんで、リアもねちょっと暴れ気味、ちょっとバタついちゃうんですねこの辺とかね。まあね足は煮詰めれば当然良くなっていくとは思うんでね、その辺は詰めながらまだやっていきたいと思うんですけど、でも本当ねグラスホッパーに540積んでこんなには走らないですね、どう考えてもね。これまあ本当にノーマルプラスアルファぐらいの感じのライジングファイターですからね。ではねグラスホッパー回3号いってみます。これはもうね最近、ナンバー10までいっちゃいましたけども、そのまんまの仕様ですね。バッテリーは同じくタミヤの、ニッカドバッテリー 1600SP を積んでます。本当圧倒的に軽い感じがしますね、もうこのグラスホッパーがね。もう本当何度でも言っちゃいますけど本当に軽いですね、軽快っていう感じで。まあ、全然面白いんですよねこの車。これでタ
ち上がりがね、ほんと加速が良くて、その分まあライジングワイターよりはね、もちろん軽さもあるんですけど、速く感じるっていう部分ではありますよね。ただまあね、フロントの入りがやっぱり悪いんで、単純にねステアリング切っても曲がってくれないみたいなところはやっぱりありますよね。でブレーキ入れすぎちゃうと、もうちょっとね簡単にスピンモードになっちゃうとかね、ちょっと神経質なところはあるんですけど、まあただねノーマルルックで行こうということでやってますからね、フロントはねほんとちょっとカスタムの領域から言うとね限定的なんですよね。ということでね、兄弟対決です。ご覧ください。やはりね、何度も言うようにグラスホッパー、このコーナー立ち上がりですね、もう軽さから来るあの立ち上がりの加速感がやっぱり少しかな、まあ操縦してる感じはね少しじゃないんですけど、動画で見比べてる範囲では少しやっぱりいいように見えますよね。ただやっぱりコーナーね、どっしり安定してるライジングファイターがね、ちょっとあのモアパワーの方向に行っちゃったらどうなるのかなみたいなね気もしなくもないですけど、まさかねちょっとこれ勝てるとは本当思ってなかったんですよね。だからもっとなんかグラスホッパーをこうしようああしようみたいな風なね、そういう方向に行くかなと思ったんですけど、もうねこの3号も進めながらね、ライジングファイターの方もちょっとずつねテコ入れしていこうかなと思ってます。このねノーマルプラスアルファの2台で切磋琢磨するのもね面白いかなっていうふうには思うんですけど、それでねちょっと家に帰って気になって車重をねそれぞれ比べてみたんですけども、グラスホッパー赤い3号が 1359g、 ライジングファイターが 1392g ということで、まあそんなに大きな差はないんだなっていうね、もっともしかしたらライジングファイターが重たかったのかなっていう気がちょっとしてたんですけども、とりあえずはねライジングファイターの方も、まあ、オーバーホールついでにね、モーターを、スポーツチューンモーターに変えてやって、それでねあのグラスホッパーに対して、加速がねどんな感じで、追いついてこれるのかなって、足はねもう間違いなくライジングファイターの方がいいんで、いじってやればね確実にそっちの方が速くなっちゃうと思うんですけど、まあ、グラスホッパーの方もね、なんとかそれにこう食い下がれるようにね、もう少しカスタムしていければいいかなというふうに思っています。それではですね、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画がね面白いなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。I'm just sitting here. I got